あら、この番号ここに入れるみたいね。何が出てくるのかしら。楽しみね。やっほ、お友達のみんな、メルミだ。ここは仮想現実世界トイボックス。クソみたいな現実とはもうお別れ。トイボックスで自由に遊ぼうよ。私の名前はミミル。この世界を管理する超高性能 AI でできたみんなのお友達だよ。よろしくね。あ、この子も AI だったのか。他にも情緒不安定なクマさんや、勝つために手段を選ばないロボットさん、そうか、チートを使ってたもんな。それにみんなが大好きな化け物、みんなが大好きな化け物って何？まんまるピエロも来てくれたの。私と違ってちょっぴりどころかかなりおバカだけど、みんなとても愉快で楽しいの。みんなで一緒に遊ぼうよ。トイボックスに遊びに来てね。こちらは仮想現実世界トイボックスの CM 映像です。ゲームの開発が中止とされたため、あ、そうなんだ。この CM も幻のものとなりました。こんなレアなものが見られてあなたはラッキーだね。なんだそれ。思い出した。僕たちここにいたんだ。それで。ははは、なんだ。メルミちゃんって AI で動くゲームのキャラクターだったのか。いや、おかしいよ。おかしいわよ。メルミちゃんは AI だったわけだけど、だったら彼女の言うパパってなんだ。なぜそのパパは子供を誘拐してトイボックスに入れる。とても自由に遊べるためとは思えないぜ。だって。トイボックスのルールか。うん、もう少しやばい感じの光景を思い出そうなんだけど。あー、じゃあ違うのか。なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう。なんだ。メルミかな？一旦。あ、違うの。どれだ、どれだ、どれだ。ちょっと、もう一回読ませてほしいわ。トイボックス。あ、違うの。どれ、どれなんだよ。トイボックスのスタッフたち、違うの。どれ、どれ、どれ。だってなんだ。あ、メルミの日記とか。いや、どれだ。全然わかんねえ、この最後のとこは。ドールハウス？え？読ませてほしいわ、最初から。モルミか。あ、違うのか。どれだよ、これ。あ、君も見たと思うんだけど、ほとんどの子供が穴に落とされていたよね。悪い子は怖いところに連れて行かれる。そうメルミは言ってたけど。その先にはおもちゃ箱という空間が広がっていたんだ。あ、二人分のルートちゃんと取ってないとできないことなんだ。そこにはモルミというメルミの妹がいた。その少女に子供たちがおもちゃにされていた。ひどかったよ。現実でも悲惨な光景なんてのはよく見てきたけど、あれは悪意の塊でしかないな。さっきの女の子がそうなの？うん、メルミの妹らしいけど何か聞いてない？私はそんな話一度も聞いてないわ。あの子に妹がいたの？そんな感じはしなかったけど。そうみたい。君は何か気になることある？そうね、メルミのことでなんだけど。さっきメルミがゲームのキャラクターだって話少し変よ。だって。そうだね。だって、ドールハウスかな、これは。私はメルミとかくれんぼしていたのだけど、その場所がドールハウスと言って、トイボックスでできる前の、トイボックスができる前の現実のメルミの記録、現実のメルミの記憶でできてるって言ってたの。メルミちゃんはそこの映像に出てた AI のミミルちゃんなんだろ。どういうことだ。私もさっぱりよ。しかしこれ、このまま放っておくわけにもいかないよな。君が悪い。警察に行っても僕たちじゃ話も聞いてくれなさそうだし、きっと犠牲者だってどんどん増えていくでしょうね。私、メルミの言っていたパパ、誘拐犯が誰だか大体見当はついてるわ。あの家を出てすぐに服を着替えたもん。絵描きか。今思えばあれは品定めのためだったのかもね。殴り込みに行きましょうか。いやいや、すぐに警察を呼ばれてたちまち僕たちは捕まってしまうだろう。それよりもこっちから行かない？そうね、私もまだ気になることがあるのよ。そうなの？メルミちゃんのこと？ええ。僕が恐ろしい女の子に追いかけられてる間、君は可愛い女の子とかくれんぼしていたわけか。あら、焼いてるの。顔可愛いな。怖かったよ、急に。無事でよかった。私も怖かったわ。君が危険な目に遭ってなくてよかった。もう会えなくなったらどうしようかと思った。そっか、子供だもんな、二人とも。私もよ、あなたが怖い目に遭っている時に、一緒にいてあげられなくてごめんね。もう絶対に離れるなんて嫌よ。ずっと一緒。
うん、いい時も悪い時も、辞める時も健やかなる時も、死が二人を分かつまで、ずっと一緒にいることは誓うよ。結婚するじゃん。ええ、私も誓うわ、軽。さて、感動の再会も済んだことだし、そろそろ行こうか。ええ、そうね。あ、そうだ。ん？どうかした？やっぱりこれが終わってから言うことにするわ。まだ何も解決してないもん。そっか、分かったよ。よし、行くか。ミーミルを覚えた。ええ、まだ続くの。メルミのパパとやらもここにいるの？うん。ていうか確実に奴だね。つっても奴はどこにいるのかな？うん？おいおい、早速いたぞ。ていうか、あいつらずっとここにいたわけ。ていうか、やべえ、ここ隠れるところないじゃん。上よ、上に隠れましょう。上？パパ、どうしてあいつ逃したわけ？せっかく遊んでやろうと思ったのにさ。あ、お前がパパだったんかい。ああ、指一本ずつ折ってやりたかったな。どんな顔すんだろう。想像しただけでゾクゾクするわ。怖い、あいつ。ギリ、ぶっ殺すわよ。抑えて、抑えて。血の気が多いな。あ、あいつらはモルミのおもちゃにふさわしくないんだもん。パパがもっとふさわしいおもちゃを探してきてやるんだもん。パパ、メルミをママから助けてくれなかったクソ虫のくせに、説教垂れてんじゃねえよ。白塗りデブ。すごい言いようだな。やろう。側をバカにしやがったな。あ、そっか、お前ピエロのこと好きだもんな。落ち着きなさいよ。それにあなただって白塗りの化け物とか言ってるじゃない。それよりも今の発言、モルミちゃんが本物なのか。じゃあ、ふん、もういいよ。他のおもちゃで遊ぶから、パパはまた新しいおもちゃを持ってきてよ。だから死んじゃった娘の、なんだろう、心だけ残ってるみたいな感じなのかな。可愛い娘のためなら何だってやるんだもん。そうなの？それでいいの？パパ、パパ、それでいいの？閉めた。かかれ。パパ、それでいいのか？お前本当に、お前らなんでここにいるんだもん。確かに外に出たはず。いい年したおっさんがもんもん言うのはやめなよ。あんたがメルミちゃんとモルミちゃんのパパだったとはな。まあ大体そうだろうと思ってたけどさ、全く思ってなかったわ。何を言ってるんだもん。僕はただの愉快なまんまるピエロだもん。僕たちがゴミ捨て場に住んでいることをなんで知ってたのさ。それとおもちゃ箱に落とされた時、僕は一人だった。この子のことはあえて言わなかったのに、この子のことを知っていたよね。それは、そっか、そんなことあったか。驚いたよ。まさかメルミちゃんが AI で動くゲームのキャラクターだったなんて。だったらモルミちゃんはなんだ？あの子も AI なのか。知ってしまったか。そうだ、メルミもモルミも人工知能のゲームのキャラクターだ。実際の肉体は存在しない。あなたはそのゲームのキャラクターのために子供たちを誘拐してここに入れていたのか。とても保護のためにやってるとは思えないぜ。モルミちゃんが何をやってたのか分かってるだろ。あんたもひき肉にされかけてたしな。彼女たちのためなら子供たちはどうなってもいいって言うのか。ああ、どうでもいい。まんまるダディって書いてある。メルミとモルミが喜んでくれるのなら、お前たち人形がどうなろうと知ったことじゃない。人形？人形だって。クソ、何がお友達だよ。僕たち最初から人間の扱いなんてされてなかったんだ。人工知能による生きた人間を使った盛大なお人形遊びだったんだ。クソ、お前なんかひき肉になっちまえばよかったよ。ふん、なんとでも言え。それに君たちは一度ここから出ているだろう。もう無関係だ。とっとと帰ればいい。なんで返してくれたの？なぜ消したはずの記憶が戻ったのかは知らないが、私のことを警察に話したところで。ああ、そういうことか。一回ここから出ると、ここにいた時の記憶がなくなるってことなのか。お前たちはストリートチルドレンの言うことなどまともに聞いてくれるはしないだろうがな。クソ、お前のせいでまんまるピエロのイメージが悪くなりそうだよ。メルミのことでまだ気になることがあるのよ。どうしてメルミに？あれ？赤バラ？え？帰ったんじゃなかったの？もしかしてトイボックスが恋しくなっちゃった？嬉しい。また一緒に遊べるのね。喜んでるめっちゃ。今度は青月も一緒に遊びましょう。やあ、やあ、メルミちゃん。さっき君の妹に会ったよ。モルミちゃんだっけ？君にそっくりだね。どうして妹がいるって教えてくれなかったのさ。え、モルミ？モルミは悪い子だから居場所がないの。だから。ねえ、メルミ。メルミはどうして友達の隠れてる場所を知っていたの？ああ、そういうことなの。え、だってあなた言ってたでしょ。ドールハウスはメルミの記憶でできている。私の体験したことはメルミが体験したことだ。
じゃあそういうことなの。全部メルミちゃんが友達とか殺したってこと。メルミはかくれんぼを始めてすぐに強盗に襲われて気絶していたのでしょ。どうしてかくれんぼをしている記憶があるの。え、あれ、おかしいな。そうよ、メルミ、気がついたらクローゼットの中にいて、頭からいっぱい血が流れて。あれ、え、痛い、何これ、ここはどこ、一体何があったの。暗くて何も見えないわ。あれ、これ扉。ここ、ママの部屋。あ、そうよ、メルミはかくれんぼをしていたのよ。確かこの中を探していたの。その時に後ろから誰かに頭。あ、ママの部屋めちゃくちゃになってる。もしかして強盗？みんな大丈夫かな？探しに行かなきゃ。あ、探してあげたの。一応持って行った方がいいよね。あ、銃の弾だっけ。みんなの声がする。みんな無事だったのね。よか。めるみちゃんって本当にいい子だよね。私たちみたいなかわいそうな子供に恵んでくれてさ。美味しいわ。こんな美味しいもの初めて食べた。もっと持って帰りましょう。あ、盗んでんの。強盗ってそういうこと？この宝石いくらで売れるかな？このお洋服も素敵。めるみちゃんが起きる前にとっとと詰めるだけ詰めて逃げま、あ、そういうことか。友達は強盗だったのか。いや、待てよ。めるみちゃんも連れて行こうよ。あれは高く売れるぜ。そんな友達いる？パパ、パパ、早く出てお願い、パパ。あ、じゃあもうメルミちゃんこいつらに殺されちゃったの。あれ、見つかっちゃった？うまくいったと思ったのにな。うわ、やば。メルミちゃん。警察を呼びやがったんだ。だったらもうこうするしかないよ。殺されたの。やめてやめてよ。爪を剥いでもいいかな。目をえぐり取ってもいいかな。そんな子供たちいる？血はどうしようか。バケツに入れておけばいいんじゃない？えぐすぎんだろ。メルミちゃんはきっといい売り物になるよ。メルミちゃんはいい子だね。うわ、最悪だよ。何この世界。あ、全員殺したの、メルミちゃんが。泥棒してメルミまで傷つけてみんな悪い子ね。悪い子には居場所なんてないんだよ。悪い子には何をしてもいいんだって、ママが言っていたもん。だから、みんなメルミのおもちゃにしてあげる。かくれんぼの続きをやろうよ。ほらほら、みんな隠れて。外に逃げようとしたって無駄だよ。だって家の鍵を閉めちゃったもの。あー、なるほどね。泥棒する悪い子。人を傷つける悪い子。悪い子には居場所なんてないんだよ。うわー、狂っちゃってるわ。え、メルミが、みんなを。メルミが。そうだよ。私がみんな殺した同一人物なんだ。二重人格なんだ。だってみんな悪い子なんだもん。悪い子には何をしたっていいってママが言っていたもん。レイチェルも、なんとかくんも、なんとかくんも、なんだっけあいつら、なんだっていいや。全員泥棒でメルミを傷つけてクソ虫で悪い子だからぶっ殺したった。そしてメルミも私が殺した。あ、そうなの。ああ、パパありがとう。最高のおもちゃを二つを持ってきてくれたのね。何して遊ぼうかな。何が姉妹だよ。同一人物じゃねえか。そう、あなたがモルミね。こうして話すのは初めてだったかしら。私と話すのは初めてね。赤バラ。メルミがあんたのこと気に入ってたから取らないでいてあげたけど。もうあんたも私のおもちゃでいいよね。狂ってるこいつ。何して遊んでやろうかな。そうだ、お前の目の前で青月よ。そのギザついた歯全部へし折られてえか。急に怖え。あーあー、ピエロ、落ち着いて落ち着いて。な、大丈夫か。落ち着け。一旦逃げよう。一旦逃げんの。どうすんの。え、まだ続くの。待て、追いかけられんのね。この本倒せる？任せて。そうなの。わ、すごいな。お前ら二人ともバラバラにしてやる。えぐ。普通に走ってもきっと追いつかれる。物を倒すなりして時間を稼ぎながら逃げよう。あ、オッケー。いつも通りにね。了解よ。いつも通りなの？いつもこういうことやってんの？倒して、オッケーオッケー。倒して。よし。あー、ちょっと待てよ。ダメだったか。今の行動ダメだったかも。ちょっともう一回やり直していい？ちょっと、日記読めんじゃねえかな、これ。読めねえわ。何のためにやり直したんだろう、俺。あー、俺よく終わりよ、悪い子。あー、捕まっちゃったわ、そして。ちゃんと回らなきゃいけないんだな。あー、もう一回クリアしてんのに。あー、やばいやばい、こっちがダメなんだわ。一回目よくすんなりクリアできたな、俺。いや、日記読めるかと思っちゃったわ。
あ、もう逃げれんのこれ。で、どうすんのこれ。え、これは何すんの。あー、めっちゃ追いかけてくんじゃん。これむずいな、最後。どうすりゃいいんだろう、今のサイコロのところ。普通に走ってっていいのかな。もうこのまま走ればここは大丈夫だもんね。で、サイコロのところ抜けて、いや、無理だもんね、これ。え、どうすれば、あ、積み木を壊すのか。むずくない?最後。本以外はどうやって倒すの?サイコロ触っても意味なかったもんな、なんか。で、サイコロ、ああ、一応動かせるんだね、サイコロ。サイコロ動かすんだ。そういうシステムね。オッケーオッケー。で、マジでむずい、これ。ここ一回崩して、で、サイコロを、引け引け引け、オッケーオッケー。あ、詰まってんな、お前。積み木壊せないかな?あー、無理じゃん。どうすりゃいい、これ。これ、車どうする?あー、車関係ねえんだ。え、どうするどうするじゃあ。え、これ何すりゃいいの?ここまで来たけど。積み木とか壊せねえよな。え、あいつを、防いでるけど、どうすればいいの?このまま押し込んで。あー、そういうことね。だから、ここは積み木で。え、これ黒は動かせねえよな。いやー、無理だ。あ、そういうことね。え、ここめっちゃむずくない?確実に防がなきゃいけないってことな?あれは。ってことだな、多分。サイコロで確実にモルミちゃんを封じ込めるってことなんじゃねえかな。だとすると、こうだな、一旦。で、こうして、これを、いや、無理だな。え、無理じゃん。こうか。あ、こうだな。これで確実にもろみちゃん来れねえってことだ。ってことだよな。で、あとはどうする?この車とか乗る。あ、ネジを回す。そういうことだったのか。あー、なるほどね。これで逃げ切れたんか。あいつらなんて奴らだもん。こうなったら外から強制的に。私がモルミ?メルミは?悪い子。あ、どうした?メルミ。なんだここ。おもちゃ箱にトイボックスにも見えるけど。あ、あなたたち助けてください。え、どうした?え、体ないが、お前。え、君、もしかしてチートで勝とうとしてきたあのロボットくんかい?軽量化のしすぎにも程があるわ。一体どうしちゃったの?好きで減量したのではありません。私にもよくわからないのですが、トイボックスが突然このような姿に変貌してしまったのです。あ、なんかモルミちゃんの影響なのかな。ここトイボックスなのか。こりゃ。まあ、随分と模様替えしちゃって。これをあなた方に差し上げますので、なんとかしてください。どうやって?チートメモリー。これがあればトイボックスが戻せるの。やったじゃねえか、ロボットくん。今日から君はゲームロボット Z だ。何それ?ああ、ダメです、ダメです。このプログラムは最初からやり直しても今の記憶を引き継げるってやつです。強くてニューゲームってやつですね。あ、そうなんだ。ですんで、そういうことには使えません。ええー。とにかく何があったのか、他のスタッフにも聞いてみましょう。そうだね、しばらくはモルミたちか、もう来れないだろうし。警戒の音楽だな。よ。ところで私は、今日からゲームロボット Z を名乗ってもいいのですよな。全然いいよ。むしろ名乗っていけ、誇りに思っていけ。あ、ゲームロボット Z に似たやつ。こんな減量法は嫌だ。薄型ロボット。大丈夫かお前。なんか大丈夫か。体ほぼないぞ。あ、なんだお前。ピエロの野郎ども、いつの間にか消えやがったな。コラボだかなんだか知らないけど、お高く止まっちゃって。あー、結構そういうのあんま、良くねえなって思ってたやつもいたわけね。みんなに愛されてるわけじゃねえんだ、あのピエロは。ピエロは。結構いろんなとこ行けるけど大丈夫か?なんかモザイクみたいになってるけど。あ、よ、お前。ミミルが暴走を始めたの。クマさん、お前生きてたのか?ここは
ミミルの世界、トイボックスだから彼女が壊れたことで世界も狂ってしまったのは、そうなの。もうリセットしてもらうしかないんだけど。あ、でも大丈夫だよ。その権限を持ってるミミルが暴走しちゃってるからどうしようもないの。ミミルがこの世界をリセットできるの？そうするとどうなるのかしら。すべてが初期の状態に戻るの。ミミル以外は。あ、そうなんだ。ここに連れて来られた子供たちの記憶と体も。そう、すべて、そうなの。便利だな。それは本当か。ミミルちゃんにリセットしてもらえば。この世界も元通りだし、殺された子供たちも生き返らせられる。しかも嫌な記憶も残さずにだ。そんなご都合展開ある？でも、メルミはリセットしてくれるかしら。なるほどね、リセットを覚えた。ああ、怖いな。リオ、大丈夫か？壁に埋まっちまったの。おトイレに行きたいよ。そうなの、バレないんじゃない？でも、埋まってんなら。ウフィ、白黒してる。うん、ご機嫌だな。白黒してるけど。ドイツに話しかけたら話進むんだ。お前大丈夫か？怖いよ、なの。お顔が真っ赤なの。そうだな。そうだな。こっちとかは、特に行けないな。ケーキンとか入れたりすんのか。入れないな。じゃあこいつか。なんか止まってるし。成し遂げたくまさん。聖水を作ったの。たくさん作ったから君たちにもお裾分けしてあげるの。これを振りまいて一緒にトイボックスを元に戻そうなの。あ、作れんの？作れんの？じゃあ直せんの？聖水？石鹸を溶かした水なの。たくさん作ったからたくさんどうぞなの。あ、ありがとう。まあ、ありがとう。石鹸の香りって好きよ。多分これを振りまいたところで元には戻らないと思うけど、吸って現実逃避くらいはできるかな。悪い使い方しようとしてんな。お前たちなんてことをしてくれたんだ。あれはまんまるダディ。ミミルちゃんは一緒じゃないみたいだけど。聖水ぶっかけたるか。なんかな、あんまセーブしたくねえんだよな。あの、エンディングもう一個取れるところどこだったか覚えてないんだよな。よう、大丈夫か。あんた、これでもメルミちゃんの肩を持つつもりか。まあ娘だもんな。当たり前だ。あの子のためなら何だってする。お前ら人間どもが主人である。メルミに逆らっていいはずがないんだ。だったらなんで僕を助けた？本当は、あんたもできることなら子供たちを殺させたくないと思ってる。だから子供、絵のモデルにしてメルミの友達になれそうな子供を選んでいた。どうでもいい子供でいいんだったら、わざわざ品定めなんてする必要がないんだ。違うか？なんでそこまでメルミちゃんにこだわるのさ。娘だからだろ。ねえ、教えて。どうして人工知能であるはずのメルミにトイボックスができる前の記憶があるの？あの子は、メルミは、私の死んだ娘だ。だろうな。あの日メルミがかくれんぼをしたあの日に、あの子の部屋で血を流して倒れているメルミを見た。私は彼女が完全に息絶える前に記憶をデータとして保存し、人工知能のミミルに植え付けた。まあ、天才なんだな。ただこの行いがいいかどうかはわかんないよね。そうすればあの子はこのトイボックスの中で永遠に自由に生きられると思ったのだ。でもお父さんのエゴでしかない可能性もあるんだよな。なんだって？私は父親でありながらメルミのことを何も知らなかった。私はあの日、家に強盗が入り、メルミや他の子供たちの命を奪ったのだと思い込んでいた。だが実際はどうだ？強盗は子供たちで、メルミが子供たちを殺しただと。そんなことがあったというのに、私は何も知らなかった。いや、確かにだいぶショッキング。こんな残酷なことがあるか。さらに私は、妻がメルミを虐待していたということさえ知らなかった。こんな恐ろしいことがあるか。ここでモルミに全てを聞いたよ。彼女は、メルミを完璧ないい子にするために、彼女自身から作られた悪い子である。もう一人のメルミだ。ああ、なるほどね。なんか、あるらしいもんね、こういうのは本当に。もう、そういう悪い家庭環境で、自分っていうのを保つために、もう一人の自分みたいなのを作り出すみたいなのを聞いたことある。私は、メルミがそんなことになるまで追い詰められていた事実を知らなかった。こんな愚かなことがあるか。だから今度こそはあの子の好きなように自由に生きて欲しかったのだ。メルミは友達を欲しがり、モルミはおもちゃを欲しがった。あの子のためなら何だってするさ。それがたとえ悪の所業であろうとも。いやでも、わかるわ。いいパパだとは思う。やり方が合ってるかどうかわかんないけど、いいパパだとは思う。いくら亡くなった娘さんのためとはいえ、関係のない子供たちを犠牲にしていい理由にはならない。そうだった。そうだな。そりゃそうだ。君は、私と同じ技術を持っていたとして、もしそこの少女が死んだとき、同じことをしないと言い切れるのか？確かに。言い切れるね。
そうなったらとても辛くて悲しくて僕は一生悲しみ続けると思う。でもね、いくら人工知能に記憶を植え付けても、それはもうこの子じゃない。うわ、めちゃくちゃ正論。この子の記憶を持ってるミミルちゃんだよ。うわ、お前、すごいな。代わりを作って本当のこの子を忘れるだなんて、そんなのできるわけないだろ。それに人を殺して遊ばせるなんて、そんなことは絶対させまん。まあね、まあね。いやもう正論すぎて痛いわ。メルミは一緒じゃないの？メルミはどこにいるのかしら？もう行くわね。できた子供たち。絶対にミミルに自覚させるものか。え、そうなの？あんな言われても。さて、どうしたらミミルちゃんに世界をリセットしてもらえるかな？今の状態じゃ無理よ。自分をメルミだと思い込んでるし、そのメルミが暴走しているんだもの。メルミの暴走を止められればいいのだけれど、それは無理そうね。せめて話だけでもできないかしら。自分はメルミじゃなくてミミルだということを自覚させればいいんじゃないのかな。彼女に本当のメルミちゃんを見せるとか、いや、絶対違うだろ。もっと話を聞いて親身になるとかじゃないの。本当のメルミ、彼女は強盗の子供たちを殺してその後どうなったのかしら。本当のメルミちゃんは、亡くなってるんだよね。さっき、モルミが私がメルミを殺したって言ってたけど。ドールハウス、あそこはメルミの記憶でできてるって言ってた。さっき、まんまるダディはメルミは自室で倒れていたって言ってたわ。ドールハウスに本当のメルミがいるのかしら。ミミルちゃんに、メルミちゃんの真実を知ってもらおう。そうすれば自分はメルミじゃない、ミミルだってことを思い出すかもしれない。そうね、それしかないわね。そうなんだ。いろいろ覚えた。ドールハウスがどこにあるかわかる？ごめんなさい。それが入る前に目をつぶるように言われていたからわからないのよ。出るときもそうや、確かに。そっか。それは仕方がないね。目をつぶったとき、どれくらい歩いたかわかる？割とすぐだった気がするわ。あなたが穴に落とされた場所のすぐ近くだと思う。それだけわかれば十分だよ。君は偉いし可愛い。後でシャンプーしてあげる。あー、ラブラブ。ってことは、あー、セーブしちゃった。もう絶対これ以降はセーブしない。だってこのどれかだもん。むしろこのどれかじゃもう間に合わない可能性すらある。やっちまったな、今のセーブが最後だったかもしれない。こっちの事情ですいません。ピエロの野郎。ああ、オッケーオッケー。多分これだと思うんだよな、俺は。ケーキだと思う。他のやつの話が変わってないかだけパワッと調べて、ケーキの中入るか。ああ、もうお前はロボット Z を名乗れ。じゃあ行けばいいんだな、もう。調べられるとこはないか。お前楽しそうだけどな。よし。じゃあ行くか。まあ、絶対そうだよな。よ。どんどんこの生成で浄化するのなの、ドボボボボ、大丈夫か。じゃあ、行ってみるか。多分ケーキだと思う。怪しいもん。俺が落とされたのがこの辺りで。うん。っていうか、これだろうね。それっぽい建物もそんなにないし、何よりもすごく目立つし。でもこれ、4桁のパスワードがないと開かないみたいね。嘘だろ。まずはここのパスワードを探そう。で、ここのドアを開けることができたらミミルちゃんを連れてくる。かなり危険だろうけど。ええ、やるしかないわね。それにしてもメルミはどこに行ったのかしら。あ、あれ、メルミ、いや、モルミなの。え、モルミっぽいな。いや、クレイジーになってる、顔が。メルミのトイボックス、ルミって書いてある。壊れちゃった。そうだよ、全部お前のせい。メルミはいい子じゃないから居場所なんてないの。あー、鳥だ。サークルだからもう全部壊しちゃえ。うわ、大丈夫か？合体したの？え、何が起こるの？セーブしたかった。だったら。え、違うゲームになってる。ハッピーバースデー9って書いてある。9歳なのか。見つけた。うわぁ。遊びましょう。赤バラ、青月、壊れるまで永遠にトイボックスで遊ぼうよ。怖っ。あはははは。くそ、来るのが早い。まだパスワードが見つかってないって言うのに。私、メルミと話したことがあるの。あの子は人工知能のミミルだけど、今はメルミなのよ。私がメルミの相手をしているわ。だから、え、大丈夫か？任せてもいいの？え、大丈夫。わかった。僕はここのパスワードを探す。わかったらすぐに君を迎えに行くから。それから、あの鳥の弱点は清潔な匂いだ。この情報が役に立つかわからないけど、この石鹸水は持って行ってくれ。絶対に無理だけはしないで。無理だと思ったらすぐに逃げて、手繋いでる。約束するわ。私たち、いつもそうやって生きてきたんだもん。絶対に大丈夫よ。頑張れよ。無茶はすんな。さあ、遊びましょうか、メルミ。こっちよ。こっちよ。いらっしゃい。強。あの子が作ってくれたチャンスは絶対に無駄にするもんか。パスワードはなんだ？ん？よく見たらここに何か書かれてるな。パスワードはあなたの生まれた日。あなたの生まれた日。ほう。
ほう。あ、よく見たらこれ、誕生日ケーキなんだね。この誕生日を祝われてるこの子は9歳。めるみちゃんのことか。僕たちと同い年だったんだ。ここのスタッフなら知ってるかもしれない。オッケーオッケー、誕生日聞こう。めるみの誕生日、うん、わからないけど。あのパスワードを入れる端末には、確か最初の番号は0を入れられないはずなんだ。あ、そうなんだ。ってことは11月か12月かってことか。めちゃくちゃ重要な情報じゃん。ありがとう。なんだ？え、なんだ？え、お前強えの？急に現れてクワさん。キャー、なんなのこの子たち。え、お前強えんだ。なんだこいつら、ナイフなんて握っちゃって。上等じゃん。こちとら、あんたらが怖いとこって言ってた外の世界で生きてたんだぜ。今更そんなんでビビるかよ。強いな、お前も。セーブ1とかにしとく。徘徊している黒い子供に当たると精神値が減ります。スタッフとの話が終わると黒い子供が突然襲ってくる場合があるので、黄色く点滅するタイルを踏んで返り討ちにしてやりましょう。あ、なるほどね。パスワードはスタッフとの会話を最低でも5回以上行わないと入力することができません。なるほど。怖っ。よしよしよし。うわ、メルミの誕生日は何月二十何日。オッケーオッケーオッケー。あー、くっそ、強えなあいつ。二十何日ね。モルミの誕生日は8月28日なの。あ、そうなんだ。モルミが生まれたのはメルミちゃんが死んだ日ってことでもある。よし、8月28、関係なさそうだな。うわー、ちょっと行けねえな。他にどこに行けばいい。あと4つしかねえんだよな。みんなメルミに関する記憶がなくなりかけてるの。だけど日にちの10のくらいの数字だけはみんな覚えてるの。謎。あ、20ってこと。あ、来ないんだ今のは。よ、大丈夫か。あ、見つかっちゃった。僕はメルミの誕生日とか知らないけど、一度だけ2個分回復してあげるの。あー、今はいいや、今はいいや。必要になったらまた来るよ。ありがとうな。2個分も回復してくれるのすごいな。よ、メルミの誕生日は2月26日だったっけな、忘れちゃったなの。嘘言ってるやつっていうか定かじゃないやつもいるってこと。12月26ってことなのか。よし、メルミの誕生日は6月20何とか日だったと思うですけど、ちょっと記憶がなくてなくなりかけているので確かではありません。あ、そうなの。え、どれだ。2月26、6月20何。まあでも2は合ってるってことなんだ。記憶はなりかけているけど、4は確実に入っていたの。ってことは、24は確定か。11月24か、12月24。まあ、12月24だろうな、この流れは。8月28日。そうなんだ。あー、怖い怖い怖い。怖い。うわ、クソ野郎が。じゃあ、12月24じゃない？なんとなくその方が幸せな感じになるし。だいぶ情報が集まったな。そろそろパスワード入れよう。入れない。いや、まだだ。まだ何か足りない気がする。セーブはできない。ひー。あ、お前。月か日にちか忘れちゃったけど、どっちかが同じ数字が並んでいた気がします。はぁ？じゃあ12月24だ。月か日にちか忘れちゃったけど、どっちかが同じ数字。だから12月24だと2が2つ並んでるもんな。あぁ！ぶね。お前話だっけ？オッケー、もう12月24だ、絶対。じゃあ。その方がなんとなく、ありそうだもん。パスワード入れる。これだ。いやあ、違う、時間がないってのに。嘘。ああ。くっそ、あの子はどうした？あの子？赤バラのこと？うわ、まさか。赤バラなら。え？何したお前。うわ、よかった。悲しい事実を知らなくてよかったよ。12月24じゃねえのか。じゃあ最初の数字は0は入れられないんだろ、絶対に。もう一回見てみよう。最初は0は入らない。まあ、でもこれめちゃくちゃ重要な情報だもんな。ちびりながらも情報を教えてくれるなんてスタッフの要だな。ちびってんの、なんでわかんのそんなの。で数字が並んでんだろ。12月25の可能性あるな。くっそ、今のダメだったのか。でも4が入ってたって言ってたんだよな。8月28なの。ああ、どんどんやられる。
8月28。記憶が鳴りかけて10の位の数字だけはみんな覚えているの謎。まあそうだね、確かに。ああ、一回こいつに回復させてもらうか。頼む、回復してもらおうよ。いや、君のようなクマくんがいて助かってありがとう。ふふふ、どういたしましてなの。あ、お前なんかやってくるわけではないんだ。回復できるのは一回、あ、オッケーオッケー、十分だよ。助かった。他は？もっと有益な情報どっかに隠れてねえか。2月26だったっけかな、忘れちゃった。これとかは何の関係があるんだ。12月20何日ってことなのかな。だから6も入ってたのかな。なんだろうね。4は確実に入ってたんでしょ。じゃあ12月24じゃねえのってところあるけどね。8月28。メルミの、あ、死んだ日が8月28ってことか。あー、くっそ、危ねえ。死んだ日がってことか。で、死んだ日はモルミの誕生日と同じなんだもんな。え、4は確実に入ってたんでしょ。じゃあ4確実で11月14かな。いや、11月24か。あ、11月24だな。だとしたら、あ、もうそれしかないよね。11月24しかないよな。じゃあ11月24入れてみよう。そうしたら、パスワードを入れる。繋がってるもんな、同じ数字が。24。だって10の位は確定で、4は確実に入ってて、一番左は0じゃなかったなら、絶対1なんだよね。で、数字が並んでるってことはこういうことだ。ナンバー確認しました。ロックを解除します。よかった。よし。クソガキどもの攻撃をいなすのにナイフがボロボロになってしまってもう使えないけど。さすがはあの子が認めた僕だな。なんとかやってやったぜ。さて、とっととあの子とミミルちゃんを迎えに行かないとな。よかった。全然話せる雰囲気じゃないわ。あの子の言う通り、聖水をかぶったらメルミと融合してるカラスが嫌がっているのか接近はしてこないけど。遊ぼうよ赤バラ。遊ぼう遊ぼう遊ぼう。うわ怖怖、よく避けるな。飛んでるのが厄介ね。聖水をぶつけたらあの鳥消えてくれないかしら。攻撃を避けつつチャンスを待ちましょう。マジ？セーブは？あ、ありがとう。ここセーブしていいかな。黄色いタイルをすべて踏むと赤バラが聖水を投げつけます。赤いタイルは1秒後に炎上するので避けましょう。オッケー。苦手だよ俺こういうアクション。うわー、なるほどね。1個2個3個。今よ。あ、簡単でよかった。モルミはメルミを完璧ないい子にするために悪い子を引き受けたのでしょう。どうしてそんな風になっちゃったのよ。だってモルミは悪い子だもん。悪い子は何やってもいいし、悪い子には何をしてもいいんだもん。ママが言ってたもん。ママが悪い子だから。チェルシーとかマークだっけ、名前忘れたけど、あいつらも悪い子だから。人工知能って確か学習するのよね。もしかしてメルミの記憶から彼女の身の回りにあった悪意まで学習してしまったのかしら。だいぶ赤バラちゃん賢いな、思考が。やばそう。オッケーオッケー、こんなもん楽勝だよ。あと、え、どこだ。はい、まだあんな。うわ、ちょうどちょうどだな。はい、今よ。こっちは簡単だな。ママもマークなんとかとかもメルミをいじめた悪い子が、だから何もしてもいいんだよ。私もあの子はひどいことされたら怒りでめちゃくちゃになっちゃうわ。あなた少し私に似てるもんね。そうだよね、それめっちゃ思ってた。でも限度ってものがあるの。お、あの子はパスワードを見つけられたかしら。あの子が来るまで時間稼ぎしなきゃ。マップ上の黄色いタイルをすべて踏んでください。メルミに当たると精神力が減ります。オッケー。あ、もうセーバーさせてくんないんだ。オッケーオッケー。まあでも簡単だったから。いや、かかってこいよ。足遅いな。大丈夫か。そんなんじゃかけっこで一等賞取れないよ。リレーの選手になれないよ。お、お待たせ。ドールハウスのパスワードを解除してきたよ。青月、お前は殴り殺す。なんで殴り殺すんだよ。うわ、うわっと。身のこなしがプロだな。メルミの力が弱まってきてるわ。じゃ、このままおびき寄せながらドールハウスへ連れて行こう。お前ら強いな。話はできた？え、メルミとモルミのことが少しだけ分かったわ。そうなの？やっぱり真実を知ってもらわなきゃダメよ。モルミは、メルミの身の回りにあった悪意まで学習してしまってる。こんなの悲しすぎるじゃない。いい子になろうとし続けるメルミも、悪い子を押し付けられたモルミも、自分をメルミだと思い込み暴走するミーミールも。そうだね、3人を救おう。
彼女のパパには辛いだろうけど、でも本当のめるみちゃんを見てあげなきゃダメだよ。じゃないと本当のめるみちゃんだってそうだよな。あはは、追いかけっこ楽しいね、赤バラ青月。来た、行こう。いや、4人だったな、救うのは。パパもいた。めるみちゃんのお部屋はどこだよ。この部屋を出て、右に行くと階段があるか、そこから2階へ行って、上がったらすぐ左にアトリエのドアがあるわ。その室内にはしごがかけてあって、その上がめるみのお部屋よ。わかったよ。セーブはさせてくれる。20にしよう。いいかな、20で。いや、やり直すことになるかもしれないけど、7とかにしとくか。よし。ここら辺はいじれたりはしないのか？なんもなさそうだな。こっちとかは？ああ、もう行けなくなってんな。ああ、もう行け、ああ、めっちゃ来んじゃん、めっちゃ来んじゃん。じゃあもう行くしかないの？え、じゃあ、めちゃくちゃゆっくり来るな。ああ、お前らが登った後にその梯子を壊して降りられなくしてやる。そんなことさせるもんですか？ギーギー、メール目を押さえておくから彼女の部屋に行って。わかった。いいの？いない。自分が死んだ時の記憶まで残っていなかったということか。ここまで来たのに。ここまで来たのに何か他にこの部屋に手がかりはないか。いや、いっぱいあるだろ。この人形、モルミちゃんか。いや、服装と髪型が同じってだけで顔が全然似てないな。こっちはなんていうか、媚びを売っている感じの顔をしてる。これはメルミちゃんの絵かな。こっちのもじゃもじゃしたのがママで、パパはあの絵描きだね。よくわかんだ。じゃあうまいんだ。これドールハウスか。なんだこれ。真実の鍵。どうしてこの中に鍵が。あ、このドールハウスよく見たら、この家と同じ作りになってるんだな。そういえばどうしてここはメルミの家とかじゃなくてドールハウスっていう名前なんだ。確かに。違う。ここはメルミちゃんの部屋じゃないんだ。ドールハウスの中の彼女の部屋に似せたものに過ぎないんだ。その中で彼女は彼女の記憶を再現していたんだ。だったら本当のメルミちゃんの部屋は、一階に戻ろう。あ、そうなの？一階にあんの？これとかは読めるのか？これメルミちゃんのノートか？11月24日、今日はメルミのお誕生日、とても嬉しいことがあったの。お仕事でなかなか帰ってこれないパパが今日は早く帰ってきてくれたのよ。それからね、それからメルミに素敵なドールハウスをくれたの。それがなんとメルミのお家にそっくりなのよ。すごいね。だけど、お家の色や壁の模様がとっても色とりどりで素敵になってるの。ありがとうパパ、メルミの大切なお家、宝物にするわ。いい子だったんだな。いや、ただ、なんて言えばいいんだろうね。運が悪かったのかな。ここにはメルミちゃんはいなかった。本当の彼女の部屋はここじゃない。ここは彼女の家に似せたドールハウスでしかないんだ。察しがいい、みんな。一階だ。一階に彼女の部屋があるんだ。よくわからないけど、あなたの言うことに従うわね。いた。まあまあしか言わなくなったけど、力が戻ってきてるわ。そうなの？完全に力が戻る前に終わらせましょう。オッケー。ここがドールハウスってことはメルミちゃんの部屋は。真実の鍵でメルミの部屋のドアを開けましょう。失敗は許されません。セーブは？あ、できるんだ。8にしよう。どこだ？ここはトイレだもんな。でもトイレが部屋とか言われてたとか、そういう悲しい話もあるかもしれん。ここってなんだっけ？このドアかな？いや、鍵は開けない。違う、ここじゃない。ここはリビング。あー、なんか、物置だっけ、ここ。ここって何の部屋だったっけ？なんかあったっけ？メルミの話。居場所がないって書いてあんな。あ、もしかして外とかだったりする？このドアかな？わ、ここなんじゃね？もしかして。ここしかないよね。させるものか。え、本当にここなの？え。くそ、そのでかい花をどけろ。あんたが邪魔してくれるってこ、あんたが邪魔してくるってことは間違いなくこのドアの向こうが本当のメルミちゃんの部屋なんだな。そうなの？絶対にさせるものか。メルミはここで自由に楽しく生きるんだ。ここでならあの子は誰からも傷つけられない、あの子だけの自由の世界だ。メルミちゃんは。やめろ。絶対に鍵を開けさせない。見たくない。見たくない。メルミはいい子なんだもん。ぎ、嫌だ嫌だ。止めてる。モルミが悪い子にならなきゃメルミはいい子になれないんだもん。あ、そっか。どうしてそんなにいい子にこだわるのよ。だっていい子にならなきゃメルミの居場所がなくなっちゃうのをそうやって書いてあったもんな。今さっき見たやつで。そう、あなた居場所が欲しかったのね。
居場所？ああ、そうだった。さっきから自分でも言ってるじゃない。メルミが本当に欲しかったのは、居場所だった。あれ？この感覚どこかで。メルミは、悪い子？ああ、そういうことね。そういうことね。メルミ、一体何があったんだ？メルミ。メルミ。パパが来たのか、最後に。パパ。メルミの居場所は、どこ？ここにあったよ。そっか、そうだったんだ。今さら遅いよ、パパ。いや、そっか、でもパパが気づけてなかったんだもん、メルミちゃんの状況に。ずっとずっと悩んでたんだもん、メルミちゃんは絶対。友達と思ってた奴らが友達じゃなかったし、お母さんは私を愛してくれない。パパだけが救いなのに、パパは忙しくて私のことを見てくれないってことなんだもんね。居場所ってあんのかなってなっちゃうか。もういいよ、モルミ。悪い子を押し付けちゃってごめんね。言ってあげなよ。ダディ。メルミ、すまなかった。本当にすまない。パパ。パパ、メルミのためにメルミの居場所を作ってくれてありがとう。メルミは居場所を見つけられなかったけれど、本当はこんなに近くにあったのね。でもね、思い出したの。私は本当はメルミじゃないの。本当のメルミをちゃんと見てあげなきゃダメだよ。いや、きついな。私はメルミじゃないの。本当のメルミに伝えたいの。こればかりは超高性能 AI の私でもできないんだもん。いやー、そうだな。パパの目も覚まさせてあげたってことだもんね。本当のメルミはあなたなのね。私、あなたの苦しみ、悲しみ、あなたの罪、すべて知ったわ。私は覚えているから、絶対にあなたのこと忘れないから。それがあなたにとって居場所になるのかはわからないけど、さっきまでメルミだった私ならそうしてくれるととても嬉しいわ。ね、赤バラ、最後にメルミとして言わせてね。メルミのこと抱きしめてくれてありがとう。あ、そうなんだ。青月は普通だけど赤バラはやっぱり素敵な女の子。一言余計だな。当たり前だろ。僕の大切な女の子なんだからさ。ああ、誇りに思ってるわ。自分のことなんてどうでもいいんだもんな。ふふ、ありがとう。やっぱ大切な人を褒められるのが一番嬉しいわな。もう行くね。私の本当の名前は、ミミル。なんか関係してくんのかな、この名前も。なんか、あったりすんのかな。え、なになに、ここはどこ？ここは仮想現実世界トイボックス。自由に遊んでいいゲームの世界だよ。まだ試作版なんだけどね。私はここの超高性能 AI でできた管理者、ミミルだよ。よろしくね。どうして私たちここにいるの、ガキども。それは、あなたたち絵描きのおじさんの絵のモデルになってくれたでしょ。そのお礼におじさんが招待してくれたんですって。いっぱい遊んでいいよ。でも、5時になったら閉園だからゲートを通って帰ってね。あとのことはおじさんに聞いてね。やった、キーナ、もうお前ほんとクソ系女子だな。ちょっと、おトイレはここじゃないわ。そこの本屋さんにあるから行ってきて。あら、嫌だ、私ったらいつも外で催していたもんだから、つい癖が出ちゃった。どんな癖なんだ、やめとけ。ごめんなさいね。おほほほほほ、全然上品じゃない。ど、何どって。それじゃあ僕たちはそろそろ帰ろうか。ええ、そうね、もう十分楽しんだわ。あ、青月赤バラ。うん、どうかしたのかい。ありがとう。何のことかしら。あ、そっか、リセットしたからもう記憶が。トイボックスに来て、来てくれてありがとうね。来たっていうか連れてこられたんだけどね。こっちこそ、こんな愉快な場所に連れてきてくれてありがとう。あー、もう記憶ないのかな、二人。まだ試作版なんですって。素敵な遊び場になるといいわね。うん。あー、でも、あの子供の体が好きなキモいクマの亡霊は何とかした方がいいと思うよ。あと、エロのやつとかも堂々と置かない方がいいと思うわ。もう少し隠すことをお勧めするわ。あ、記憶あるんだ。後で処理しておく。記憶があるのか。ってなっちゃうな。さあね。どうかしら、悪い顔してる。あ、出口の場所はわかる。うん、ちゃんと覚えてるよ。ええ、ちゃんと覚えてるわ。そっか。うん。じゃあ、バイバイ。赤バラ、青月。それじゃあね、ミミル、ごきげんよう。それじゃあね、ミミルちゃん。なんで覚えてんだろう。一度外に出たあの子たちの記憶を戻したのは君だったのか。そうなの。うん、トイボックスの CM 映像を見せてね。
あの子たちなら本当のメルミとミミルを見つけてくれるって思ったの。あ、そうなの。全部お前の手のひらの上で動いてたの、俺って。私はメルミとモルミの奥の間の奥底で自分が何者なのかわからなくなっていたわ。そんな時、本当の私を見つけて、ってメルミの声が聞こえた気がしたの。だから、そうか。もう私のパパじゃないから工場長と呼ぶわね。工場長いいね。工場長はどうしてトイボックスを作ったの？子供たちが自由に遊べる場所を作りたかったんだ。今の外の世界にはそんな場所がない。しかし開発は中止となってしまった。政府に不要だと判断されたからだ。そんな時にメルミが死んだ。私はメルミの姿を模した人工知能の君のことを思い出したのだ。それで私にメルミの記憶を入れてメルミだけのトイボックスを作り上げようとしていたのね。そうだ。まんまる工場長って書いてある。だったら、また子供たちのためのトイボックスを作ってよ。無理だ。まんまる工場長かわいい。帳消しになったとはいえ、私がたくさんの子供たちを犠牲にしてしまった事実は変えられない。それに、結局メルミに何もしてやれなかった。あれは私のエゴだ。メルミのためと言いながら本当は私の悲しみを癒したかっただけに過ぎない。私だってそうよ。この罪は一生消えないわ。でも私とあなたは居場所を作るという能力があるの。私はこのトイボックスを傷ついた子たちの居場所が見つかるまでいてもいい場所にしたいの。もちろんもうすでに居場所のある子が遊んでもいいわ。あ、でもルールはちゃんと作らないとね。自由って言っても悪いことは絶対にダメよ。メルミと同じように傷ついて居場所を探している子はきっとまだまだたくさんいると思うの。素敵な考え。このトイボックスはまだまだ不完全よ。それができるのにやらないなんてそれこそ罪だわ。いやーすごいな。超高性能 AI の私とおバカなスタッフがいるのよ。きっと大丈夫よ。それにみんなが楽しく遊べる場所、私がメルミだったらそう望むわ。みんなってもちろん私もメルミも、そしてあなたも含めてね。そうだな。いやー泣いちゃう。あのオルゴールの曲名はね、ノバラって言うんですって。メルミの記憶から知ったのよ。へえ、君にぴったりじゃない。野に咲き誇るバラって、いや、荒れ地に咲き誇るバラかな。どうして私たちの記憶はリセットされなかったのかしら。ああ、チートプログラムだっけ？ロボットにもらったやつ。あれのおかげみたい。あ、そうなんだ。それでさっき手を繋いだ時にね。まあそうだったの。そういう抜け目のないところ好きよ。へへへ、もっと褒めたまえ。そういえば名前どうしようか。もうあそこの子じゃないものね。でもメルミがせっかくつけてくれた名前よ。芸名とかで使うっていうのはどう？いいね、芸名。荒れ地に咲き誇る一輪の赤木バラと暗闇を照らす青き月。いっそのこと芸人でもやる？そんでもっとお金を稼いでさ、もっと治安のいい場所に引っ越して。ん？どうしたの？うん、メルミのことでちょっとね。あの子は僕たちに少し似ていたね。ええ、彼女は居場所を見つけられなかった、私だったの。うん。きっととても辛かったのだと思うわ。とても痛くて苦しくて、寂しくて悲しかった。彼女のパパとそれから、ミミル。メルミはもう死んでしまっているけれど、彼らが居場所になってくれて、彼らの居場所になってくれて。よかったのかしら。こればかりは本人じゃないとわからないわね。うん。私もあの時ゴミ捨て場であなたを見つけられなかったら、あなたに見つけてもらえなかったら。あのね、もしも、もしもよ、私があなたがこの先、この先。あのさ、あの時僕を見つけてくれてありがとう。あの時僕を見つけてくれて、僕に居場所をくれてありがとう。こっちこそよ、私のこと見つけてくれて居場所をくれてありがとう。ずっと一緒にいてくれる？もちろんだよ。いい時も悪い時も、やめる時も、健やかなる時も、死が二人を分かつまで。いや違うな。もしこれから先の未来でどちらかが死んでしまうようなことがあったとしてさ、その時は生きた方が死んでしまった方の分までちゃんと生きるんだ。そして絶対に忘れないこと。死だって僕たち二人を分かつことはできないよ。かっこいいな。この先何があってもずっと一緒にいることを誓うよ。え、そうね。誓うわ。ふふふ、その言葉どこで覚えたの？え、たまたま通りかかった教会で神父さんが言ってたのを聞いたんだけど、なんかいい言葉だなって思って。そう、ふふ。さて、お家に帰ったらご飯にしましょう。うんうん、どっちが先に芋の皮むきを早く終えられるか競争だよ。ええ、望むところよ。仲良しだな、お前ら。ああ、素敵なゲームだな。わあ、素敵なゲームだね。トゥルーエンド迷子でも大丈夫、そうだな。
二人なら大丈夫だね。ああ、素敵なゲーム。青、かわいい。ああ、幸せな、だから遊園地みたいな。ゲームの VR 遊園地みたいなのができたってことなんだ。まんまるピエロ。いや、間違えた。ごめん。まんまる工場長が引っ張りだこだな。いや、登場人物全部可愛かったのは可愛い。お墓作ってあげたんだ。可愛いお墓を。いやー、まあ、パパの気持ちもなんとなくわかるけどね。自分がそうなったらどうするかとかわかんないけど。まあでも、そういう理由があるなら、しょうがなくはないけど。他の子供たちを犠牲にしちゃってるから。ただ、間違って、ああ、こういうとこに住んでんだ、今。こういう状況に住んでてもあんなさ、メルヘンな、もう最初、触りだけはめちゃくちゃメルヘンだったから、ああいうとこにずっといたいと思わないところが、こいつらがすごいところだよね。あ、何やんだろう。ああ、すごいな。見向きもしない。いやー、そうだね。素敵だね。てかもう、主人公二人がめちゃくちゃ大人だったわ。あ、どうしたどうした、また、カツアゲみたいにされたか。あ、でも金取ったのか。あ、一緒に旅芸人やらないかってことになるのかな。夢探偵熊野部くん外伝迷子の、あ、これなんか、外伝らしいんすよ。もともとあるゲームの。あー、教えてもらったんだ。まあ、確かに衣装とかっぽいもんな。あ、素敵じゃん。かわいい。Thank you for playing. こちらこそありがとうございました。だから元のゲームもやっていけたらいいなと思ってるんですよね。というわけで今回はここまでにしたいんですけど、多分、一個エンディング撮ってないんだよな。それが撮れるかどうかわかんないけど、こっからやり直したら撮れるか。多分、車で捕まるじゃない？多分。なんかあの、赤バラちゃんの時も最後のパートでなんかミスったら、違うエンディング行ったんで。あ、ここじゃねえな。ここ車の前だったりするかな。あ、よし、こっから先はセーブできないんだもんな。一回乗って、捕まるか地雷で爆発するかどっちかなのかもしれない。捕まってみるか。だってなんかノーマルエンド1とかあったもんね。なんか記憶消されちゃうみたいな。ことな、になるんじゃないかな。捕まってみるか。へい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 。へい、お嬢ちゃん乗ってく？乗ってく？捕まえた。あ、やっぱ、続くんだ。なんでこいつを逃そうとしてたのか。まあ、今となっちゃどうでもいいか。はは、おかげでこいつのこと気に入ったよ。その子をどうするつもりだもん。どうするって決まってんじゃん。遊ぶんだよ、こいつで。わぁ、トゥルーエンド見てからだと、いてて。思いっきり人の片目えぐりやがって、あのキチガイめ。うわ、大丈夫か。あ、本当におもちゃにされたのか。目をえぐられる痛みってこんな感じなのか。いや、実際はもっと痛いだろうな。明日には治っているかな。うわ、何これ怖すぎる。ここに入れられてから一体どれくらい経ったのだろうか。僕は何度も殺される。僕自身の諦めの悪い性格が僕を殺してくれないのだ。それよりも、あの子は無事だろうか。あの子はひどい目に遭っていないだろうか。それだけが心配でならない。ああ、あの子に会いたいな。バッドエンド1、会える日を信じて。そっかそっか、ちょっと待って。もう一個あるんじゃね？これ。もう一個あると思うわ。そういえば。え、もう一個のセーブデータ私残ってるかな？多分もう一個、ノーマルエンドもう一個あるんじゃねえかと思って、ここまで戻ってきたんですけど、ちょうどセーブデータ消しちゃってたんで。ちょっと戻ってきました。現実世界帰った後に、そのまま暗号を入れて、ミミルちゃんの世界に行ったんだけど、これそのまま、少女のルートで抜けると、また違うエンディングなんじゃねえかな、と思って戻ってきたんすけど、どうかな。ここで、一旦1とかにセーブし、入れと、あ、2にしとくか。ここでなんとかなんじゃねえかな。このまま出たら。帰りましょ。帰りましょ。あ、変わんないのか。あー、記憶消されてんだな。変わらなさそうだな。
あ、変わんねえわ、多分。で、またドールハウスに来ちゃって、メルミはまだ私の話を聞いてくれるかしら。またこの子のことを落としたりしないかしら。あ、変わってるっぽい。でも一度君をここから出してくれたってことは君のこと分かってくれたんでしょ。大丈夫だよきっと。あ、手繋いでる。そうね。私メルミについてまだ分からないことがたくさんあるの。あの時の状況が状況だったから考えられなかったけど、私メルミのことをもっと知りたいわ。協力してくれる？もちろん。今度は二人でね、地獄の果てにだってついていくよ。ありがとう、大好きよ。どんな時だって二人は手取ってんな、本当に。で、ノーマルエンド2なんだな。地獄の果てまで手を繋ごう。よし。とりあえず、バッドエンド2つとノーマルエンド2つ、トゥルーエンド1個取ったんで、これで全エンドかな、と思うので。迷子の二人のトイボックスはここまでにしようかな。本当にさっきも言ったんですけど、このゲーム、元々あるゲームの外伝版らしくて、でもこのゲームだけでも楽しめますよって書いてあったんで、一回やってみたんですけど、とても素敵なゲームでした。世界観も、シナリオもすげえ、なんていうか、刺さるっていうか、めちゃくちゃいい話だったなと思います。いい話だったと思います。いい話だったって言っていいのかわかんないですけど、いやなんか、心に来る話でしたね。お父さんも、だって、娘のためにいろいろやりたかったことが全部失敗したっていうか、間違った方向だっただけで、ただ全部は娘のためを思ってやってたわけだもんね、多分。で、娘も娘で、しょうがなかった気もするもん。娘めちゃくちゃしょうがない気がする。だってあんな本当に居場所ないんだったら、今このパパが作ってくれた居場所が私だけの世界で、ママが言ってたことをあの状況になって守ってんだから、いい子なんだとは思うんだけどね。状況が悪かったっていうか、なんだろうね、本当にこの赤バラちゃんみたいに頼れる人に出会わなかった世界の赤バラちゃんなんだと思います。いや、もうあんま、いや、わかんないでやめときます。だから謎解きとかも適度な難易度で、ずーっと楽しかったです。イラストも可愛かったし、気になる方はぜひやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。